はい、ストックインアメリカです。今日作るのはチキンケバブピタサンドイッチ。縁日やフードトラックなどで見かけるドネルケバブをお家で手軽に作りたいと思いレシピを作りました。お食事やお酒を飲んだ後の締めにもぴったりです。皆さんもぜひ作ってみてください。はじめにマリネ液を作ります。中くらいのボウルに中くらいの玉ねぎ4分の1個をすりおろしたもの、すりおろしにんにく小さじ1、ヨーグルト大さじ2、レモン汁大さじ1、塩小さじ2、クミン、オレガノ、パプリカ各小さじ1杯を入れ混ぜ合わせます。次に鶏胸肉2つ分の皮や脂肪分を切り落とし、肉の厚さを均等にし半分に切っておきます。先ほど作ったマリネ液の中に鶏肉を入れ、手でマリネ液をなじませ、ラップをかけ冷蔵庫で2時間から一晩漬け込みます。ソースを作ります。小さいボウルにケチャップ大さじ5、マヨネーズまたはヨーグルト大さじ3、クミン小さじ1/2、カレーパウダー小さじ1/2、ガーリックパウダー小さじ1/4、オニオンパウダー小さじ1/4、カイエンペッパー小さじ1/4は辛いものが苦手な方はなしでも OK です。塩小さじ1/4を入れよく混ぜます。牛乳大さじ2を入れ混ぜたら、ラップをして30分以上冷蔵庫でなじませます。中火でフライパンを熱します。よく熱したフライパンにオリーブオイルをひき、肉を焼いていきます。約4分、肉の縁が白くなったら肉をひっくり返し、さらに4分から5分焼きます。焼けた肉を器に取り、ホイルをかけ5分休ませます。肉を切るときは肉の繊維に逆らって薄く切っていきます。お肉がとてもジューシーで美味しそうに焼けています。温めたピタに細かく刻んだレタスもしくはキャベツ、薄くスライスして氷水にさらした玉ねぎ、スライストマトを入れソースをかけます。そして薄く切った鶏肉を入れソースをかけたら出来上がり。